はい、どうも、ブリードボーン大好きなキーちゃんです。なんかね、シーズンイベントがいつの間にか始まりましたっていうか、今日から始まってますね。3週間くらい。何もらえるのかなぁ。アーマード?おぉ、へぇ、一つ目。剣戦。いや、冬の協定。敵に無敵を付与すんの?ん?これは使いにくそうだなぁ。敵の結晶とか。累計は?なんかあんまりシーズンポイントもらえない感じなのか?なんかいつもシーズンポイントもらえるよみたいな。へえ、もらえないな。なんかね、なんだか最初にこのお店で買うと、おお、なんだこれ、青白い瞳?無限増殖?紫の瞳?強調?アプレンティス?冷血?これは持ってるな。熱狂?登山?低温?なんかめっちゃ増えてる?持ってる?持ってない。あ、はい。なんかわかんないと買っとこう。買えないわね。はい、じゃあね、楽して勝ちたいんで、天狗さんですかね。やっぱね、ペトロテングでね、サクッてなんとね、暑い。エアコン入れすぎて暑いですわ。うわは!飛べへんのやっけ。あれ?ん?あれ?ペトロテングさん。あ、でも大丈夫か。びっくりした。あ、変なの取っちゃった。あー、まあ、いっか。おーうおーうおーうおう。関係ないぜ。もう飛んでいきたい。北方守護の国とかあるのに、ね、何を守護してんのか分かんないけど。お、テレポートあった。バハー。雪に閉ざされた城、たどり着いたあなたが感じた最初の印象をそのままに、その地は静かに佇んでいた。あなたを迎えた戦士はじろじろとあなたの全身を物色した後、あなたを城の中へ迎え入れた。気味が悪いが、その物腰、
実力は確かだな。あ、そうなんです。よくわかりましたね。ちょっと聞いたにはわかんなかったかな。はい、途中。おー、危ねえ、警戒持ってねえ。死ぬ可能性がある。まあ大丈夫やろ。ははホワイトアウトどうなったんだ？あ、やべえ。大丈夫でした。あ、ちょっと捕まえたかったな、今の。これはまずいのでは？ああ、勝てました。びっくりした。おお。捕まえちゃった。わーん。なんかすごい風強いな。関東は今日一日ずっとこんな感じかな。わーん。石像に挑んでみようか。あ、でもキーちゃん石になんないな。なんでだ。関係ないのかな。先に勝ったからいいのか。ああ、これ追撃が強いのか。なんかダンジョン難しくないな。いつもはなんか装備品変わったりとかさ、いっぱい怪獣部屋があったりとかして、なんか鬼みたいなレベルなのに、なんか何回かに一遍こういう優しいイベントあるよな。とか言って、まあこれただのノーマルだからね。もっとハードとか上の方になれば難しいかもしれないし。全然奪い取れないな。お、流星だ。珍しい。どこ？
あ、警戒か。ほっとこ。ここまでやられてないけど、なんか警戒ないと死んじゃいそうだし。逆に警戒があれば勝てるし。うわ。鎧がめっちゃ弱くない？それ全く変えてないな。おお、応接間に通されたあなたは、木のように白い 女王と対面した。おぞましきものよ。あなたの力が必要です。ふ？どういうこっちゃろ？いまいち状況が読み止めないですね。ん？でもなんか城壁が破られたんでしょ？まあ、破られてもあんまり気にならないですけど。いや、昔と今だと意味が違うのか。雪崩って生き物じゃないだろ。まあ、でもいつか捕まえたいな。あ、嘘。びっくり、あ、びっくりした。それは武器って全く変えてなくない？あ、変えてるの。すんまへん。全然見てへんかった。22階か。お、いいね。でも正直ね、石化させちゃうからね、限界突破いらないですね。女王が言うには、これまでこの国も死者の軍勢に抗い続けた北が、もう限界が近いらしい。国民は私とこの地で果てる覚悟をしています。命を無駄にしてほしくない。国民には私を捨ててよその土地へ逃げてほしいのです。女王は深い悲しみをたたえ、笑顔でそう言った。しかし、どんなに説得しても彼らはこの地を離れないでしょう。私がこの地にいる限り。女王が強い魔力をまとったのを感じる。乱心した女王が国民に手をかける前に撃たれた。私に幻滅せば彼らも私を見捨ててこの地を離れてくれるでしょう。く？まあいいか。は？やべ、しくった。えい。ふふん、びっくりしたぜ。女王が乱心なされたか。落胆した戦士たちは女王の亡骸を前に涙を流した。健在だった女王が愛したこの国の、この雪の国を誰の手にも渡しはしません。私たちは死ぬまでこの地を守ります。って、おいおいおい。戦士たちは決意に満ちた眼差しでそう答えた。死ぬ場所を自ら選べることはある意味で幸福なのではないか。それがたとえ亡き女王が望まなかったことだとしても。まあ、幸せかね。まあそうだ。どうだろうね、知らんわ。ん、何何？学術的知見？そもそもレベルゼロですわ。あれ、まあ、女王を倒しちゃったらこの国もうおしまいじゃない？もうおしまいだよこの国。
ふわー。ん？女王はいるけど、男の王様いないの？お前のような得体の知れない者の力を借りるなど、女王陛下も猛録されたものだ。局の男が、はい、続きやっていきましょう。いやー、眠たく、うわー、なんだなんだ。信仰の極意覚えた。お、すごい。見しちゃおう。テレポートまだ持ってないよね。持ってないね。だから捨てらんないんだよね。おぉ、HP が全然ない。間点もらった。お、珍しい。連続して。うわぁ。ああ。そっか、バリアとか持ってないのか。だから、もろ食らうんだね。あ、間違えた。あ、テレポート。これで、もう持ってる人、ん？なんだと。警戒してたくないんだよね。持っとくか。なんか、凄そうだし。やってしもった。お、なんかすごい威力になってる。なんかダメージもめちゃくちゃ上がってる気がするけど、ね、相当なダメージじゃなきゃ倒せることないよね。警戒なくてもいいか。ああ、もう別に飛び込まなくていいのか。イベント部屋に入んなくても、いっちゃいいんだな。これももういらないんだよね。通り抜けか。これにしようかな。ああ、通り抜けられるから全部大丈夫なのか。通り抜け実に強いですね。どこでも入っていけるしな。ああ、こういうの。いや、ダメだな。あ、でもよかったのかもよ。ああ、もう遅い。ちょっと珍しいやつ。石化しないなぁ。あ、石化した。あー、キノコ、あん。し、捕まえたいけどね。でも、培養液手に入れるのに20円かかるんだよね。
お？なんかこっちの方が良さそうだな。こっちにしよう。ああ。逆に石化される。石にされる。あ、こっち捕まえたいな。うっ。はい？殴ろう。あ、倒せない。相手のガッツは関係ないですね。いやー、まあ、あ、でも通り抜けがあるから関係ないのか。パブリット。まあ、あんまし、オーフォア、殴ったる。これ何？ギリオイゾンだからか。おぉ、殴ったる。やっぱり石にするのが手っ取り早い。全部石になれ。あれ？う？まあ、いっか。2回痕跡を踏めば大体もうボスまでいけるの。雪の花、雪の花って何だろうね。雪の花。雪の結晶は、のことかね。なんか花っぽく見えるけどね。ん？先生っぽい人がいたのか。あ、ガンシロ。そんなにこれスコア増えないよね。おっとっと。おお。先生取られてるな、やべえ。まあでもかわせるよね、きっと。たまに何らかの能力を奪いたい。ブラート怖え。受けてみるかな。まあ、なんとかなるでしょう。精神体か。リアクティブシールドのせいだ。これで、せっかくのレアだけど、捨てるかな。今のまずかったかな。あ、でも大丈夫だ。石化するね。じゃあいいや。あ、捕まえらんないかな。ダメか。
みんな結構芋虫使うのね。お、一発狙いじゃん。うん、捕獲した。あ、これがもらえんのか、なるほどね。じゃあ、ホスト変えるか。見えないんだ、そっか。お、奪い取れる。貫通か。あ、そんな貫通持ってなかったのか。そうか、このビルドは石にするだけだから別に貫通いらないんだ。そう。そうですか。お、やべ、やべ、やべ、なんかつ。アスキーブやべえ。ショットガンね。撃ってみる？ぶっ放してみる？強かった。すげえ強かった。でも石にしちゃう。あ、そうだ、限界突破がないんだ。嫌だ、絶対嫌だ。ちょっと2日くらい前から目に目がピク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 するな。なんかなんだろうこれ、ストレスかしら。あ、見えない。あー、石になる石になる。あ、ビヒモスってなんか白くなる方が綺麗だな。これ、天狗さん以外もさ、ペトロ使えないのかな？無理くりやったら使えないかしら。よし、次は、雪崩を捕まえちゃうぞ。ショットガンぶっ放そう。いないし。いないし。あれ、本当にいないな。あれ？捕まえらんない。断崖ってない？あ、そうですか。嫌だ。雪崩まであと10匹倒さなきゃいけないじゃないか。
どこに、どうやって、あ、こっちか。あ、間違えた。げ、天狗だ。まあ、やっぱ捕獲できるよな、ショットガン。呪われし者はいらないんだけどさ。くぅ。いや、どうせ別に関係ないしね。あ、今のやつの方が強かったな。そう、泣き殻倒すと呪いの拡散でなんかもらえるんだっけ。不都合な真実は、いっとる不都合な真実で、あ、じゃあ呪いの拡散だからこいつじゃねえわ。これ死のかけら。うん、すごいいっぱい持ってるしな。狂乱。あ、でも精神力持ってるから関係ないね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。回復かぁ。お、限界突破。ホワイトアウト入ると、あ、見えなくなっちゃうんだ。そうだっけ。もう全然覚える気ないんだ、キイちゃん。石になった敵を捕まえてるってどういう状況なんだろうな。いや、わかんないです。キリンだ。敵は斬新な名前をしてるなぁ。いやだ、どこも入りたくない。こっちにしよう。あら。これ初期のさ、能力をさ、能力使えるやつだったら結構、その、なんつうの、このスキルを上げてきゃさ、強えやつっているんじゃないかな。石作って、追加攻撃。もう残ってないや。捕まえて、捕まえた！雪崩が、探検隊なの？こっちに変えようかな。死のかけらでも3倍もらってもな。忍術。夜中にさ、寝ぼけながらゲームしてたら、なんかラボパーツのお店でさ、忍術が売ってたんですよね。1個2500円で。あれいっぱい買ったんだけど、現実かな？現実味がなかったんで、どうなのかちょっとわからないというですね。加速したかって何やねん。妖怪室。あー、ひとっ飛びしたい。あれ、うん、倒せない。どうした、どうした、どうした？大丈夫なやつに。こんなに手こずるなんてびっくりしたな。いいよ。
ゆっちゃん帰ってこんなぁ。これ、なことないか。みんな何のキャラ使ってんだろう。ちょっと知りたいな。お、契約更新、珍しいやつが。今回はセリフいっぱい喋るよな。画面いっぱいか。野良犬いいかな。狂った野良犬ってなんか相当レベル低いのか。狂った野良犬って相当怖いけどね。でもランドワームとかどのくらいのサイズがあるのか分かんないしな。人間より早く感じでかいのか。ああ、筋力が落ちてくる。筋トレしないと。今日はなんか雨風強いからね。雨は強くないか。風が強いから、外走りに行けないし。筋トレしないとね。ムキムキにならなきゃってわけではないけど。でも多少はね、やっとかないと。あ、これ。あ、あ、あ、捕まえた。ん？いや、これさっき捕まえたな。だから別にいいっちゃいいな。撮ってみるか。どうせリロールしないしね。敵をかわすだけだし。スキルもリロールしません。クロケルとかアロケルとかなんか、やってる他のゲームでも出てくるな、これ。なんか悪魔の名前だったか、なんだかだった気がするんだけど。うわお。あっぷね。あっぷね。おるな、たまにああいうやつ。なんか、悪魔の数だけこの呪いってあるのか。お、隔たりの水だ、珍しい。なんかバリアくれてたよね。逃げんすか。死にな、あれ。でも、この間作った不定形はめっちゃ強いから、不定形でも行ってみようかな、これ。ん？試作品？あざっす。いただきやす。秘密にあくびにしてみよう。みなそこの悪魔結構いいんだよね。
捕まえたモンスターを監獄モンスターにして、なんかどんどんくっつけて強くできると思って、ボスバンバン捕まえて、ボスばっかり合成してたんだけど、ボスばっかりじゃなくてなんか、雑魚が持ってる能力も結構強いのね。あんま考えてなかったです。あれ？なんかおかしかった気がするぞ。大丈夫か。あ、先手取られたんだ。あ、びっくりした。怖い。全然ダメですよ。おー、びっくり。なんとなくダメージ足んないな。なんか関係ないよね、どうせ。石化するだけだし。なんか結構先手取られるぞ。なんかスパッと切られなければ大丈夫か。サモンエルドリッチかっこいい。なんかエルドリッチって船だっけ？あ、やべやべやべ。サモンエルドリッチとか。やだ。出現率が上がるのは絶対やだ。敵をかわしたいんだよ。なるべく相手したくない。やべ、でも筋トレしたら眠くなってきてしまった。ん？いらないです。ピンチ防御ってなんか使い道によっては強いんじゃないかな。いやいや、わかんねえな。ピンチってどういう時だ？おお。まあ、あってもええやろ。どうせもう装備に頼ってないしね。石になーれ。石になーれ。てか、多分ね、さっきのってさ、メッキがあれば、呪い関係ない気がする。呪いの拡散。お、結構、持ってる？ 10 じゃないな。これは108万か。もう一個ぐらい呪いの拡散受けてみるかな。おりゃ。やべえな、おい。そういうなんか直接的なやつじゃない。それ以外だったらいいけど。ああ、温泉行きたい。寒くなってきた。うわ、漂うアクション。これダメだ、これ。あれ取ったらこのビルで終わっちゃうよね。観察持ってないんだ、キリちゃん。まあ、もうボス出していいでしょ。あと6回。もう見えない。あと4回。あと4回。ああ、右目がピクピクする。すげえストレスなのか。ん、なんかめっちゃ HP 上がった。うわぁ。ほーんってなんもないじゃん。
うわー。